お土産で、私お土産でこうおすすめしたい、てか食べてみてほしいお菓子がある、お菓子があるやんな、うん、それが株式会社野田ベーカさんが販売している、はい、あられなんですけれども、その中でもごぼうあられ、ごぼうのあられがめっちゃ美味しいんですよ。でこれは母が東京にな遊びに来たりする時とかに買ってきてくれて、で私のお友達とかなんかもう誰々さんにもうぜひよかったら渡してみたいな感じで母いっぱい買ってきてくれて、で友達とかにも渡すんですけど、それがすっごい好評で、ある人は渡したその日、うん、その場で、あ、じゃあちょっといただこうかなって言って食べたらそのまま一袋開けてしまったりとか、うん、また別の人は陽子のお母さんからいただいたあられがすっごい美味しくてお取り寄せしたいぐらいって言っていただくこともあるぐらい好評なんですよ、うん、美味しいもん、美味しいもんな、うん、ちょっと今日はそれを実際にここ手元にあるのでちょっと食べてみたいなと思って、てか食べてみたいなっていうか試食会、うん、をしようかなと思って手元にあるのでちょっとやってみたかった。うまいことレポートできやんよ。でもレポートはできないので、うん、ちょっと、うん、それはさ実際に食べてもらおう、うん、確かにそれが一番いいよ。実際に食べていただいてこう味は確認していただくということなんですけど、まあ、その入りとして、うんうん、ASMR をちょっとやってみたいなと思って、うん、なんかこうやってしたらいいんかな、こうこう袋をガサガサガサみたいな、うん、入っててこうちょっと小分けになってるんですけど、これはちょっと食べてみる、食べていいの、私が食べるの、プリさんは食べるの、あ、じゃあ私も食べる、じゃあまずは私からごぼうあられの音をお楽しみください。いただきます。ちょっと怖かった。ごくまっかくばしやな。じゃあ、もう一個。もう一個いいの？うん。おいしい。いや、ASMR リベンジいきます。以上、初 ASMR でした。